週刊文春の編集長の方って週刊文春があるんですか。週刊文春新谷が来てるんですか。今日ですか。いやいや、あの別の曜日で。新谷さん一回来たかな。箱人の見えですね今。週刊文春。はいはいはい。時刻3時39分になるところです。続いては今日の夕刊読み比べ。今日のコメンテーターはジャーナリストの岩上康美さんです。岩上さん、こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。もうすっかり夏ですね。半袖だし、涼しげな帽子だし、ちょっとですね、自転車も再開し、おジム通いも再開し、ちょっと2年半分くらいぶりぐらいですよ。そうですか、あのなんでこの時期にやろうと、やっぱり、ことごとくですね、再稼働ですよ。再稼働したら俺も再稼働してやると、そうしてやると、車もね、今日卒検で無事、はい、おめでとうございます。これからはさらに安全運転で、はい、間違いない、よろしくお願いいたします、はい、じゃあそちらも再稼働、そちらも再稼働、再稼働だらけじゃないですか。やっぱりね、健康あっての仕事、そうですよ。ちょっと2年間ね、仕事以外に何もしないっていう、ちょっと異常な状態でしたから、はい、まあ、しょうがないですよね、世の中がね、はい、大変な時代でしたけど、でもそれで体調を崩しているうち話にならないで、やっぱこのままなし崩しに老化していくわけにはいかないと、頑張ります、はい、一つ頑張ってくださいよ。よろしくお願いします。さあ、それではまずはこちらです。今日の日刊現代より、小沢鳩山新党と増税大連立のぐちゃぐちゃ政局。社会保障と税の一体改革関連法案に関する民主自民公明3党の修正合意、これによって民主党が分裂含みになれば自民党は解散を迫る。それでも野田総理が今週木曜の採決を強行すれば本当に民主党は分裂だと日刊現代伝えています。まあ、少なくとも今週木曜日の強行の採決にですね、まあ、おかしいとかもっと時間かけろと思っている議員は民主党の中9割いるって言われてるんですね。でこうした中、民主党の執行部、衆議院の採決に向けて今日中に了承を得たい考えなんですが、小沢元代表に近い増税反対派らはですね、反発強めて紛糾も予想される。先週の金曜日に経済評論家の三橋さんが、この三党合意がなされても、民主党の中がどうなるんだっていうふうに、民主党合意はできないですね。そうですね、はい、まさにおっしゃってた、これどうなってくるんですか、岩上さん。これね、本来であれば、まあ、民主主義なんですから、まあ、国民の合意というのももちろんですよ。国民はまず消費でどんな世論調査でも望まないと、これだけ情報操作され世論操作されても嫌だというのは過半数ですよ、はい、それなのに強行するというところが問題で、はい、さらにはこの党内でだってケツ取るべきじゃないですか、ところがね、全然ケツを取らないんですよ、はい、で155名の議員が両院議員総会、これは党大会に次ぐですね、強い、拘束力を持つ機関なんですね、はい、でその両院議員総会の開催を求めて署名を出しているんです、はい、ところが今日の夕方にですね、都内のホテル、まあ、東京プリンスなんですけれども、はい、ここで、この三党合意についての党内の事後了承を求める会は開かれるんだけど、両院議員総会は開かれない、正式な会合ではないんです、合同会議とされているけど、はい、ここは大変なあの紛糾の場になると思いますね、で、まあ、この日刊現代によりますと、その小沢さんが新党この機に乗じて旗揚げするんじゃないかとか、鳩山元総理もですね、今回は反対票を投じる意思を固めてるなんていうふうにも言われてるんですが、はい、何人かにね、お電話したり、今さっきも直前電話してたりしてたんですけどね、やっぱりこう それをするかしないかということは口に濁してますよ。あ、議員まだ今は言わない、まだ言わない、ただ、それはやはり小沢さん鳩山さんがどう振るのか、はい、先週ねずっとこの政局の動き取材し続けてきました、はい、もう原発の再稼働のこととこの消費税政局はずっと、はい、中継してきたんですけれども、三宅由紀子さんの議員、はい、パーティーが開かれた時、鳩山さん小沢さん揃って現れた、その模様を全部中継したんですね、でやはり
はっきりと小沢さん、この消費税増税、それから TPP 原発の再稼働という重要課題に果敢に発言している三宅さんなどという言い方で3点セットということに言及しました。